どやー。スケートで登場しわー。うわー、お尻痛そう。失礼しました。今日作るのはタイトルの、ユーリオンアイスに出てくるカツ丼ピロシキです。カツ丼にしては玉ねぎ細かいな。これは、アニメを見たおっさんの試験だが、ロシア人のユリオのおじいちゃんが、果たして、みりんや醤油を使ってカツ丼を作るだろうか。想像できない。ということでロシアンな感じの独自レシピで挑戦するぞ。ユーリオンアイス、カツ丼ピロシキ、ロシアじいちゃんより愛を込めて。まずライスはピラフ。ああ、ロシアのご家庭に炊飯器とかなさそうだもんね。それもあるし、ロシア料理でご飯を使うことは少ないみたいだな。再現レシピは先駆者の人たちのレシピを見習うのが多いのに、おっさんが独自って珍しいね。おっさんは、孫の心を奪ったカツ丼へ対抗心を燃やす、ユリオのおじいさんに感情移入してしまったらしい。いつか娘ちゃんも誰かに奪われる日が来るのか。そして今作ってるのがロシア風カツレツ、コトレータだ。そういえば、うちのポケモン GO はコラッタが溢れてるよ。とりあえず飴にしておけばいいじゃないかな。そしてロシアといえばこれ。ウラジーミル。サワークリーム。例によって田舎にそんなおしゃれな材料はないから自家製だ。これでロシア風スクランブルエッグを作っていく。スクランブルエッグならおっさんよく作ってるし得意だよね。作りたくて作ってるわけじゃないと思うけどな。おお、やっとパンを作ってる風景っぽくなってきた。しかし、ピラフ。スクランブルエッグ、コトレータにパン、今までの料理の集大成みたいな感じだな。家族に作る集大成料理、テーマの愛、アガペー、無償の愛にぴったりだな。材料代とかガス代は優勝です。そして最後の包み込む作業、しっかりフォークで押さえつけていくぞ。前、ピロシキ作ってた時は中身がほとんど脱出したらしいね。うん、あれはひどかった。とりあえずできたな。見た感じ派っぽいね。うん、オリジナルレシピの割にハマ友だが、問題は味だな。届け、アガペー。娘さんは、息子くんも娘ちゃんも美味しいって言って完食してくれたよ。おお、これはまさかの、ビクトリー。ファビエーだ。今日はペペロンチーノっぽいものを作っていくわよ。ぽい。正式名称はアリオ、オリオ。ペペロンチーノは、ニンニク、オリーブオイル、唐辛子って意味だから、それらを入れていれば、ペペロンチーノっぽいもの、と豪語して言わずよ。おい、って言ってる式を使った豪語だな。すぐに茹で上がる系のペンネを投入。あれだな、5分でできるとかそういったやつだな。ほうれん草も加えれば彩りとしても貢献してくれるわ。そして、黄色の彩りは、最近成功続きで寂しい思いをさせている罪なアンチクショー。熱焼き卵。罪なアンチクショーからが入っていたようなが。入った、今度は確実に入ってる。この程度のアクシデントで騒ぐようじゃ初心者ね。なんやかにゃあって、熱焼き卵は焼き目も綺麗。途中でもアクシデントが。しっかりとリカバリーされて出来上がりました。めでたしめでたし。それじゃお弁当の中身紹介。うん。お願いします。右下から大中ピーマン、ペペロンチーノっぽいもの、きんぴらレンコン、冷凍、サンマのかば焼き、缶詰、厚焼き卵、上の段、つみれ、冷凍。最後におにぎり3つ。娘さんの感想もらえたかな。サンマのかば焼きが良かったんだって。まあ、想定内かな。今日は娘ちゃん大好物と噂の、ジャーマンポテトの登場でーす。拍手でお迎えください。これはタイトル詐欺になる娘さんが嫌がらないパターンだな。ジャーマンポテトについての解説なんだけど。ああ、前に何度かやったな。なので今回はジャーマンスープレックスについて解説するよ。どういうことだ？ジャーマンスープレックスはプロレスの投げ技、固め技で、ドイツ人のカール、ゴッチが取り入れたことで有名。なるほどドイツ人。それで名前がジャーマンスープ。カール、ゴッチはベルギー人でドイツ人ではないらしいよ。何か入れてるよ。カレーパウダーだな。これをかけると料理がカレー味になるらしい。便利なのになんで今まで使わなかったのさ。今、お弁当に入れるシーンなんだが、ラップを引いてるだろう。心が綺麗な人には見えます。こうしないとカレーの色がお弁当に移って取れなくなるんだ。意外と厄介なやつだなカレー。うん、まあ、そういうわけで出番が少なかったんだな。ミートソースとか平気で入れてたじゃん。それじゃお弁当の中身を紹介。お願い。フライパンか。おお、俺か。
右下からジャーマンポテトカレー味、ブロッコリー、タモさんピーマンイエロー、プチトマト、チーズインチクワの磯辺揚げ、冷凍、エビフライ、冷凍。上の段はお嫁さんの鶏そぼろと白ご飯。さあ、おっさんのジャーマンスープレックスはお嫁さんのそぼろに勝てるか。娘さんはピーマンが美味しかったらしいぞ。せーの。ドロー。おっさんが買ったけど、冷蔵庫に放置していた山芋。贅沢な余り物だな。この皮を剥いた山芋をスリスリとおろして、お好み焼きの材料を揃えていきます。そして視聴者さんに教えてもらった簡単なキャベツの千切りを実践。ぎこちないが、キャベツは綺麗に切れてる。ここで問題発生。どうした？冷蔵庫にあった卵が消えていて、おっさんが途方に暮れているわ。左のゆで卵は、作ったのはおっさん、犯人はおっさんでした。もはや、視聴者からはわざとだと言われてるよな。そんな、かわいそうな脳みそのおっさんが、人として生きていけるのも家族の支えがあってなのよ。そうだったな、出てはないが、毎日のご飯は息子さんが炊いてるし、冷凍食品の補充はお嫁さんがしてくれてるしな。山芋に、キメの細かい千切りキャベツ、これはふわふわお好み焼き期待だな。他にも天かすやエビ、イカなんかも入ってます。小さい方がお弁当用かな。奥は失敗した大きさね。別名おっさんの朝食。まあ、どちらも小さいしひっくり返すのも簡単だな。しかし、無難に終わらないのがこの動画。お米？うん、お米ね。息子さんやってしまったな。これは DNA の問題だから責任はおっさんよ。お弁当の中身紹介に行きます。よろしくお願いします。右下から金時人参のごま和え、ゆで卵、プチトマト、ミニお好み焼き、ちくわの磯辺揚げ、冷凍。上の段、ご飯の上に鮭、ソースカツ、冷凍。娘さんに感想はもらえたかな？やっぱりゆで卵は最高、とのことよ。好物にはかなわないな。ここからはおまけコーナーの時間です。このコーナーではいただいたコメント、その他にお答えしていくぜ。それじゃコメント紹介頼むぜ。はい、最初のコメントはこちら。おっさんのおかげでお弁当作るようになった。このように下手くそな調理風景が全国の若者に勇気を与えているぜ。そして家族には絶望を。次のコメント。おっさん、飲食業で独立します。おめでとうなんだぜ。住所や店名を書き込んでいただければ、宣伝することもあるぜ。宣伝効果ないけどね。次のコメントへ、ナイス、シャーク、ナイスシャーク、ナイスシャーク、ネクスト、ロンロンの私服が見たい？一応、ツイッターに載せてみたのでよろしくだぜ。次に行くわね。会社から首を宣告されました。このままじゃ4月からニート。3月までに次の仕事を決めればニートじゃないぜ。いや、だからそれができなくて悩んでるんじゃないの。そして最後のコメント、おっさんのバレンタインの思い出を教えて。次にいただいたイラストを紹介。サンキュー、サンキューなんだぜ。72短歌光なぎさん。はじめまして、陸と長文失礼します。このシリーズが始まった当時から見させていただいてるものです。最近の動画はビクトリーが多くて嬉しいような悲しいような感じです。今回はフライパンとしゃもじの妖精さんを書かせていただきました。これからも応援してます。看板娘がとても可愛いわね。そういえばしゃもじの妖精って設定。それでは、ここまでのご視聴ありがとうございました。コメント、マイリス、タグ、宣伝、商品登録、ツイート、スレマ、こういった応援にも感謝なんだぜ。それでは、皆さん、いってらっしゃーい。だぜー。